皆さんこんにちは、トモヤです。最近ね、気づいたことがあって、黒のね、ハイネック最強やなって思うんですけど、結論ね、ジーパンに黒のハイネックにいろんな服を合わせたらね、本当に良くなるなと思ったんで、やってみたいと思います。いきます。おっ、まずね、これ5年前に着てた服ですね。高校卒業してすぐぐらいに買ったやつですね。これはね、恥ずかしくて最近は着れないですね。ちょっとね、こう気持ち的に切り替えたいなと思って着てますね、これは。コートはね、グレーと白で合わせるのがいいかなと思うんですけど、黒のコートは、まあ、これでもね、十分合いますね。はい、ジャケット、ジャケットもね、黒のハイネック、これ多分合うと思いますね。グレーと黒は結構組み合わせがいいですね。こんな感じですね。はい、チェック、チェックもね、こんな感じで、やっぱ黒は結構最強ですね。合います。まあ、ファッションってね、やっぱ人それぞれ好き嫌いがあると思うんで、自分ではいいなと思っとっても、まあ、このファッションはあかんっていう人もいるんでね、自分が好きで着れたらそれでいいかなとは思いますね、僕自身も。はい、白、これユニクロで1800円ぐらい売ってるやつですね。これは締めた方がいいですね。どうですか。はい、グレーですね。ちょっと濃いめの秋とかに着てる服ですね、これは。やっぱ黒いですね。あんまりね、こう服とかに興味がなかったんですけど、ちょっとね、こう YouTube でやってる上で、服装にちょっと気を使おうってことでね、買ってるんで、そんなにめちゃくちゃこれが好きっていう服とかはないですね。強いて言うなら、モンクレールのダウンが欲しいなってぐらいですね。黒の MA1 はどうかな。黒に黒、わかんすね。ハイネックとかはね、結構こういいと思うんですけどね。他何があるだろう。ワインレッド、これもね、5年前に買って、あんまりこう今はね、恥ずかしくて着れんすね。こんな感じですね。皆さんどんな服好きですか。結論ね、最近ユニクロが一番シンプルでおしゃれかなと思いますね。柄物より、シンプルな無地が一番ね、いいかなと思うんですけど、ね、はい、これちょっとね、長めの、こんな感じでね、黒のハイニックに合わせるといいですね。今日はいろいろ試したんですけど、黒のハイネックがね、おすすめってことで、まだ持ってない人はね、買ってみてください。ジャケットね、買って、無地のジャケットで黒とかグレーとかね、黒はグレーと白がいいですね。で、グレーは本当に黒とかね、うん、白はちょっと合わないかもしれないですけど、合うと思いますね。よかったらやってみてください。そんな感じで、黒のハイネックは何でもね、合わしやすいっていう検証でした。皆さんのおすすめのね、服装もぜひ教えてください。こんな感じがいいよとか、うん、こういうファッションしてみたいなっていうのがあったらね、教えてください。僕もね、人がこうどんなファッションに興味があるのかなっていうのがね、気になってるんで教えてください。で、女性の方もね、どういう男性のね、ファッションが好きかなっていうのをね、コメントしてくれたら嬉しいですね。そんな感じで、バイバイ。